先生方いつもお疲れ様です。キリアです。今回はシャーレの総決算のこの新しいパネルめくりですね、こちらの遊び方などについてお話をしようと思います。報酬が美味しい6周目までどれぐらいのポイントを使うのか、そのあたりも説明していきますので、よければ最後まで見てください。ということで早速やっていきましょう。まずシャーレの総決算の遊び方なんですが、 AB を使うことでその AP 分、こちらの電卓というものが手に入ります。この電卓を集めてミニゲームを遊ぶことで報酬を得られるという、まあミニイベントみたいな感じですね。任務や特別依頼で AP を消費すればそのポイントが貯まっていって報酬がもらえるという非常にありがたいイベントになってます。ただこの電卓の数には限りがありまして、4月の11日の昼の11時から4月24日の10時59分までの間に3万個までしか貯まりません。これが上限ですね。3万 AP までってことです。まあ、なかなか3万 AP 使う方いらっしゃらないと思うんですけど、とにかくこれが上限ということですね。はい。で、遊び方なんですけども、この手に入れた電卓110個を使って1つのパネルを開けることができます。このように複数選択をして、まとめてオープンすることもできるんですが、アイテムを見つけるまでは1マスずつ開けていくのがいいと思います。で、このパネルの中にこの左下に書いてあるアイテムが隠されております。これをゲットするともらえる報酬については、この左上の報酬リストを見るとこちらに書いてあります。1周目でもらえるアイテム、2周目でもらえるアイテムと、その先も見ることができます。で、7周目以降は極端に報酬が減りますので、基本的には6周目までしっかり報酬をゲットしていくのが重要になります。で、各周回で3種類アイテムがありまして、一番上の報酬と次の報酬、一番美味しくない報酬の3種類ですね。どう故障していいのか分かんないんですけど、まあ、最上級、上級、中級という感じですかね。もらえるアイテムが変わっていきます。で、パネルの中にいくつそれが入っているのかはここに書いてあります。×1×3×5 ってやつですね。そしてこのようにアイテムを見つけたら、そのアイテムが全て露出するようにパネルを抜くことでそのアイテムをゲットすることができます。まあ、報酬をゲットできるってことですね。逆に全て露出していない状態だと報酬はもらえません。で、報酬の大きさに関してはこのアイテムのところに 3×2 など大きさが書いてあります。つまりこの報酬をもらおうと思ったら 3×2 の6マス開ける必要があるってことですね。ちなみにこの1周目から2周目に更新することができるんですけど、1つでも備品が手に入っていれば更新をすることができます。そしてオープンした時の物が何もなくてももらえる報酬がありまして、こちらの11万クレジットですね。どの周回に行っても変わりません。ちなみに1周目の報酬、ショッピングバッグ、領収書、高級万年筆を全て埋まってる数全部掘り出そうと思うと、外れなしで全部を開けて25マス必要になります。まあ、外れないとかありえないんで、まあ、最短ではいけないと思うんですけど、全部掘ろうと思ったら最低でも25マス必要ってことですね。で、どの周回も調整されてて全部25マスになってるっぽいです。で、これは全部見つけてから次に行くべきなのかの話についてなんですけど、この美味しい報酬と次のこの上級の報酬、ここまでは取った方がいいんじゃないかなと思います。一応それに関しての根拠も説明します。はい、こちらの表なんですけども、1周目から6周目までを全てのアイテムを手に入れた場合、どれだけ電卓が必要なのかについて計算した表になります。1周目で言うと一番美味しい報酬が 3×2 の大きさになりますので、それをオープンするのに必要な最低のブロック数で、入手可能数が1個なので最低オープン数は6マス必要という内容ですね。で、その6マスを開けるのに660個の電卓が必要になります。こんな感じの見方になります。つまり1周目を全て最低オープン数で手に入れられた場合、2750個の電卓、つまり 2750AP 必要になるということです。最低限のオープン数で全部を手に入れるっていうのは難しいと思いますので、これ以上絶対にかかると思うんですけど、まあ、最低でもそれだけかかるってことです。で、報酬が美味しい1周目から6周目まで全部最短で開けられたと考えると、全部で 16,500AP 必要になるということですね。で、このイベントが14日間の開催になりますので、1日平均で 1179AP 使ってる必要があるということです。で、実際毎日どれぐらい AP を使ってるのかという話なんですけど、はい、それがこちら。
毎日もらえる AP の合計がこちらですね。カフェは最大ランクまで行ってればという感じですね。今だと1日に 600AP もらえる計算になります。1回も石割りをせずに過ごしますと毎日 1000AP 使えることになりますので、イベントの開催期間14日間の合計で14000AP が使えることになります。さっきの最短で全部を開けた場合の数値がこれぐらいですね。開けられるマスの数は127マスになります。つまり1周目から6周目まで1周あたり21マスしか開けられませんので、全ての報酬を得ることは物理的にできないという感じになります。ただね、ちょっとウィークリーとかは入ってないので厳密にはもうちょっともらえます。そして1割をした場合はこちら、毎日3回の石割りですね。その場合は173マス、1周あたり28マス開けることができます。そして1日6回割った場合は210マス、1周あたり35、これぐらい割る方だったら1周目から6周目まで全てのアイテムを取ることができそうです。だいたいこれぐらいしかね、マスを開けることはできませんので、なので各周回の最上級と上級の報酬までは絶対に取っておいて、最低の報酬は見えてなければ無視でいいんじゃないかなと思います。例えばこの状態だったら、これ最上級と上級のアイテム全部取り切ってる状態なんですけど、中級のアイテムがまだ見えてて取ってないのがあるじゃないですか。これらはね、さすがに一マスで取れるんで効率がいいんで取ってしまって、それでも一個見えてないのがあるんですけど、それは無視で次に行っちゃっていいんじゃないかなと思います。だいたいそれぐらいしか開けられないと思うんでね、もうそれをやっただけでもだいぶね、マス数を使っちゃってるんで、それぐらいしかできないと思いますので、無理に報酬が一番下のアイテムまで追っちゃうと痛い目を見ますので、基本的には一番上の最上級とその次の上級まででいいんじゃないかなと思います。ご自分が使える AP に相談をしながら開けてみましょう。はい、ということでシャーレの総決算の遊び方を説明していきました。何にせよ最終日近くまで貯めて、それで残りどれぐらいの電卓があるかで進めていくのがいいと思いますので、やり忘れがないようだったら最終日のあたりまで待ってから開けるのがいいんじゃないかと思います。それでは今回はこの辺で、いつも動画を見てくださってありがとうございます。高評価も押してくださると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。こういうミニゲームも実装してくんないですかね。